土井高子は、日本の政治家、法学者。愛称は、お高さん。衆議院議員、日本社会党委員長、衆議院議長、社会民主党党首などを歴任し、日本初の女性の衆議院議長、日本初の女性の政党党首を務めた。兵庫県神戸市出身。父親は、広島県出身の開業医、母親は、京都府の出身。 1941年、兵庫県立第三神戸高等女学校に入学。1945年に卒業。同年3月17日の神戸大空襲に見舞われ、焼け出される。1945年、旧制京都女子専門学校品五科に入学。1949年に卒業。 1949年より1954年まで、京都女子専門学校を前身とする、京都女子大学で講師。同志社大学で、憲法学者の田畑忍が行った講演、平和主義と憲法9条に感動し、1949年に、同志社大学法学部3年に編入学、田畑の指導を受ける。同志社大学卒業を経て、 1956年に、同志社大学大学院法学研究科修士課程を修了。1958年から1970年まで、同志社大学にて、1963年から1969年まで、関西学院大学にて、1967年から1969年まで、清和女子大学にて講師を務める。専攻は、 憲法学であった。1969年の第32回衆議院議員総選挙に旧兵庫2区に日本社会党から出馬し、初当選。1980年には国会で性差別法に的を絞り、政府を追求。男女雇用差別、女性のみ、必修の家庭化不敬しか認めない国籍法などに関して質問を行う。 社会党新人代議士として初当選同期であった横道隆弘が北海道知事に就任した直後の1983年9月田中住子の公認として日本社会党副委員長に就任する1986年衆参同日選挙の惨敗を受けて石橋正志委員長が隕石辞任すると同年9月副委員長から昇格し 第10代社会党委員長に就任。党史上初の女性の委員長であり、県政史上でも初の女性党首であった。初期長は山口鶴尾。前、石橋体制の末期に、階級政党からの脱皮と国民政党への思考を謳うたう、日本社会党の新宣言が難航の末に採択されたばかりで、そのしこりもあり、 従来の社会党委員長同様に党内の左右対立をまとめる党運営が求められた。しかし、ドイのはっきりした物言いのキャラクターが一般からの交換を獲得したことがドイの立場を後押しした。時の首相は会見論者として知られる中曽根康弘であったが、ドイは五権軍縮を掲げてこれに対抗。しかし中曽根は 会見の動きには出ないものの、社会党が検事を強く求めていた防衛費1%枠を撤廃している。一方で内閣が提出した売上税法案に対しては、社公民及び社民連の4党統一組織を構築して抵抗、その間に行われた参議院岩手補選と第11回統一地方選挙で勝利し、廃案に追い込んでいる。 中曽根から政権を引き継いだ、竹下のぼるは、消費税導入を強行するが、土井は、消費税導入及び、リクルート事件を激しく追及、宮沢喜一、大倉大臣を辞任させ、そして竹下内閣を大臣に追い込む。1989年の、第15回参院選では、消費税、リクルート事件の追及の際に強化された、社民路線を基礎とし、 連合の開口法3党が推薦するといった選挙協力体制を構築する。結果、社会党が改選議席の倍以上を獲得、改選分では社会党が第1党総議席では自民党が過半数割れの比較第1党という結果となる。これは、ドイの個人的人気に支えられた面も大きく、ドイブームと評されたとも呼ばれた。この時のドイの 山が動いたも名文句として有名になった。選挙後も社交民路線を維持し、与野党が逆転した参議院での主導権を握る。その皮切りとして女性初の参議院内閣主犯指名を受けたを経て就任。また、消費税廃止公約が参院選対象の要因であったこともあり、消費税廃止法案を社会党、公明党、 連合の会、民社党の4党で提出し、12月11日、参議院で可決、通過させた。1990年の第39回総選挙でもブームは続き、土井は総選挙で180人の候補を擁立する計画を立てたものの、抽選局制で目標を満たすには、複数候補の擁立が必須になることから、二人目を立てる対象になった。 選挙区の現職候補や他の野党などから反発が起きた。また、資金難から勧誘した人物と条件が折り合わないことも多く、実際の候補者は149人に止まった。それでも、総選挙の結果、社会党は136議席と51議席増やした。しかし、自民党も275議席と安定多数を維持した。 さらに、野党内での社会党の独り勝ちに公明党、民社党は距離を置き、両党は連合政権協議を打ち切り、自公民路線に舵を切った。そのため前回の参議院内閣主犯指名の際と、参議院の構成は、ほぼ変わっていないにもかかわらず、両党が決選投票で棄権したため、今度は会復が参議院でも、主犯指名を受けることとなった。 1991年の第12回統一地方選挙で社会党は敗北し、土井は委員長を隕石辞任した。1993年に行われた第40回総選挙で社会党は議席半減の惨敗をしたものの、自身は旧兵庫2区で再選。総選挙後に、 細川森広を主犯とする非自民、非共産連立政権の枠組みが固まると、両院で過半数を確保している、連立与党は土井を衆議院議長に押すことを決定、衆参通じて女性初の議長となることが固まった。しかし、帝国議会時代より当時まで、議長は与野党問わず比較第一党から出すという、伝統が続いていたため、野党に転落した自民党は、 議長ポストを要求し、通常は、全会一致で議長が選出されるところを、異例の競合投票によって議長が選出されることとなった。結局、数に勝る連立与党の票により、土井が選出されたものの、当選後の議長挨拶の際に、野党自民党から激しく、ヤジが飛ぶ中での議長職のスタートとなった。土井は、議員指名には、従来観光の、 君付けに代わり、三付けを用いた。しかし、公認の議長らはいずれも、君付けを用い、衆議院でのこの試みは、土井和代のものに終わった。また、議長席の位置が諸外国の議会と比べても高すぎる、ことを指摘し、議長席の位置を低くするべきであると述べた。1994年1月。 与党社会党一部議員の増反による政治改革四法案の参議院での秘訣を受け、細川首相と河野洋平自民党総裁の会談を圧戦する。この席で増反した社会党議員らのより望まない方向での合意がなされ、両院協議会を経て、両院で可決、成立となった。この天末について、出身の社会党や土井の支持者から、 土井の失策という声が上がった。1994年8月27日、中華人民共和国天津の公日巡南列式年間を訪問。1995年6月、自社左連立政権下で歴史を教訓に平和への決意を新たにする決議案が上帝される。従来は、この種の決議は全会一致でなされるところであるが、与野党の右派。 サハ議員らが正反対の理由でこれに反対し、結局6月9日に半数近くの議員が退席し、少数の議員が反対する中、在職議員数の半数に満たない数の議員の賛成で可決されるという異例の事態となった。この議事運営に対して野党は土井議長、鯨岡副議長不信任案を提出するが、13日にいずれも否決される。 1996年9月、衆議院解散により退任。1994年に自由民主党と、新党先駆けとの連立政権を組んだものの、翌年の第17回参院選で惨敗したことを受け、1996年に、社会党は、社会民主党に解消する。同年、社民党と先駆けの議員を休合する新党として、旧、 民主党が発足するが、いわゆる排除の論理によって、土井や村山富一党首らは新党への参加を拒否される。半数以上の議員を民主党に引き抜かれた、社民党は党首を村山から土井に交代させて、同年の第41回総選挙に臨むが、議席は解散前の30議席から15議席へと半減。しかし選挙敗北の責任は問われず、 むしろ、土井の党の大黒柱としての地位が強化される、形となった。1998年、社民党は、連立与党を離脱した。1999年10月、中国での建国50周年記念の軍事パレードに、参加した。2000年に、社会主義インターナショナルの副議長に就任し、2008年まで、務める。2001年に、松本テルアキが、 当時の荒川区議、斉藤優子に宛てた手紙によると、土井に拉致問題に協力をお願いするメールを出し、本人に直接会って、返事をお願いしたが返事をもらえなかったとしている。2002年3月に、辻本清美製作秘書給料略取事件で詐欺の死難役をかばったことから、土井事務所の製作秘書、後藤雅子の関与が取り沙汰される。 2002年10月、北朝鮮による日本人拉致問題が明らかになり、それまで、社民党が北朝鮮との友好や過去の生産を重視するあまり、拉致事件を追及するどころか、これに目をつむり、北朝鮮側を擁護してきたとの批判が強まる中、土井は北朝鮮から、拉致という事実はないと言われ続けてきたので、追及を十分にできなかったと釈明し謝罪した。 さらにドイは、党の公式サイトで、北朝鮮による、日本人拉致事件を、拉致は創作された事件と主張した論文を事件が、明るみに出た後も、削除せず掲載し続けていたことについても謝罪した。これを受けて、拉致被害者の親族らは、北朝鮮と太いパイプのあったドイに何度か、拉致被害を相談に行ったが結局無視された経験があるため、日本の政治家なのに、 日本国民の生命より北朝鮮側に気を使っていたのではないか、今更遅すぎると述べた。さらに1989年7月、韓国の民主化運動で逮捕された在日韓国人、政治犯29名の釈放を求めるという趣旨の要望書が、当時の土井を含めて日本社会党、公明党、社会民主連合、無所属の議員133名の署名とともに、 韓国政府へ提出された。この時、釈放要望対象となった、政治犯29名の中に、信仰主や拉致共犯者などが複数含まれていたため、2002年10月19日に、当時官房副長官であった、安倍晋三は土井に対し名指しで、極めて間抜けな議員と表し、また、日本共産党からも激しく批判された。土井は秘書を介して、 慰安婦増設立を目指して活動していた、当時の低体協の代表である、インタダシダマに対して、頻繁に活動費として、金銭授与を行っていたとされる。2003年、静岡空港建設反対の国会議員署名活動で署名者に加わっている。しかしこれとは反対に、土井の選挙区近くへの建設が計画され、市民団体を中心に反対運動が繰り広げられた。 ものの建設された神戸空港の建設には、地元経済への貢献などを理由に賛成している。北朝鮮による、日本人拉致問題に対する言動をはじめとする過去の、北朝鮮によりの姿勢や、朝鮮総連との親密な関係など、朝鮮半島政策をめぐって、新北の立場を貫いてきたことを一員に、社民党を孤立させ、 没落へと追い込んだ先犯とも評されており、2003年の第43回総選挙では自民党の大前茂雄に小選挙区で初めて敗北を喫した。比例復活により落選は免れたが、同年11月13日に統制衰退の責任を取り党首を辞任した。2005年の第44回総選挙では比例近畿ブロック単独で、 立候補したものの落選し、国会の議席を失った。落選後のインタビューでは、引退を強く否定したため、再立候補の意向であると見られていたが、参議院議員転身も取り沙汰された中での2007年7月の第21回通常選挙には、不出馬。さらに2008年10月、第45回総選挙にも立候補しない意向を表明し、 事実上正解から引退した。ただし、政治活動自体は続ける意思を示した。2010年1月末、1990年12月に、自らの呼びかけで設立し、代表理事を務めていたアジア人権基金が、その役割を終えたとして、活動を終了した。2013年10月に、社民党党首に選出された。 吉田忠友が直後に、土井に面会を申し入れたが、痩せて、往年のイメージと異なってしまっているとの理由から、断られ、実現しなかった。しかし安倍晋三政権に対する危機感をあらわに、するなど、晩年もメッセージを発し続けた。2014年9月20日に、肺炎のため、兵庫県内の病院で死去。その死は、初7日の28日に、 社民党本部により公表され、11月25日にお別れの会が開かれた。趣味は、パチンコと、カラオケ。第15回参院選の選挙中に報道関係者を、パチンコ屋に集め自身がパチンコをしている姿を撮らせた。ニュース映像や写真付きの新聞紙面では土曜おお高さん、庶民派と褒めたたいパチンコをギャンブルと指摘し非難する、声は皆無だった。 自衛隊廃止論者であり、自衛隊は憲法違反だ、即刻廃止せよと長年にわたり声高に主張し続け、各メディアもそれに追随していたが、自社さ連立政権で政権与党になり、自衛隊合憲、日米安保検事と社会党の政策が転換されて、以後は選挙や公の場で、土井が自衛隊をことさら非難する声は消えたが、村山政権下で起きた。 阪神大震災で自衛隊が村山首相の命令を待ちきれずに被災者救助活動に奔走しても自衛隊に感謝することはしなかった。選択的夫婦別姓制度導入を支持していた。その理由として結婚をするほとんどの女性が改正をしている現状は太平洋戦争後新たに憲法が制定され民法の家族編の大改正で 家制度がなくなったとはいえ、未だに男性血統重視の家意識が根強くあることの現れとも述べている。歌唱にも引いて、チャリティー合唱団である、神楽坂女性合唱団にも所属していた。テレビ番組の、笑っていいともでは、横山康氏から紹介されて、テレフォンショッキングに出演した。同コーナーに、政治家が出演したのは、これが初。 社会党委員長時代には、テレビ番組の、クイズダービーと、世界丸ごとハウマッチに、回答者として出演した。クイズダービーでは、8問全問正解。世界丸ごとハウマッチでは、ホールインワン賞を2度成功させ、さらに、ニアピン賞を1度獲得するといった、好成績を収めた。2001年に、増本照明テルアキが、当時の荒川区議、 斉藤優子に宛てた手紙によると、土井、大脇、辻元などの社民党議員たちに拉致問題に協力をお願いするメールを出したが誰からも返事はもらえず、土井本人には直接会って返事をお願いしたが返事をもらえなかったとして、これが国民の声を聞く政党の姿勢かと批判している。新公衆や近吉やキララによって宮崎市で拉致された。 原忠明の兄も弟を拉致したことを新公主自身が1985年に自供しているのに社会党の土井隆子さんなどは北朝鮮は紳士的な国だというような意味の発言をされていましたと述べ政治家に対する無力感があったと当時を解雇している桃田直樹は土井の死後8日後にツイッターで土井について彼女は拉致などないと断言したばかりか 拉致被害者の家族の情報を北朝鮮に流した疑惑もあるとした上で、まさしく売国奴だったと断じて、物議を加納した。そのツイッターに寄せられた批判に対して、桃田は、政治家は、死ねば、批判から免れるというのかと述べた。鳩山幸男は2003年の社民党秘書、給与流用について、土井の秘書がやったこととの主張に対して、 逮捕された4名の社民党関係者内の中心人物で、土井党首の秘書である、後藤雅子が事件発覚で辞職した、辻本清美前議員など新人議員の指南役として、秘書給与の流用などの詐欺行為も教えてた上に、そもそも秘書が犯した罪は、政治家が罰を受けるべきだと、土井は無責任だと批判している。さらに逮捕された後藤秘書は、 土井投手と同等の力を持っていることは、社民党外でも周知なレベルであったことから無責任な、言い訳せずに辞職すべきと批判した。中曽根康弘は、土井のことを、非常に生一本な、理念を重んずる、そして、死に一文字に進んでいく、立派な社会党の投首だと、そういうふうに敬意を表していましたねと評価している。佐藤優によれば、 象徴天皇制を積極的に支持する立場であったという。土井は尊能家であったとし、私は共和制論者ではありませんと発言していたとエッセイの中で書いている。花岡信明は北朝鮮による日本人拉致事件に対し、土井と社民党の対応を批判する文章の中で在日朝鮮人で本名は李光淳と、 一部インターネット掲示板上でのみ、ルフしていた虚偽の情報を、あたかも真実であるかのように書き、このことが、ドイ氏の拉致事件を見る目を曇らせたのかと結論付けた。これに対して、ドイは、記述は事実でなく、ドイ本人への取材もないまま虚偽を書いたものであり、信用や名誉などを既存されたことを理由として、報道を行った、月刊誌、ウィル発行元の枠や、 編集長、花田和義らに遺写料1000万円と新聞への謝罪広告掲載を求めて提訴。ワック側は誤報を認め、土井に対し謝罪の意を表したが、条件面で折り合わず、判決にまで持ち込まれた。被告側は一審判決直前に発売された、ウィル2008年11月号で誤報を認めた、謝罪広告を掲載した。同年11月13日、 神戸地裁山ヶ崎支部は、明らかに虚偽で原告の名誉感情を、人格的利益を侵害するとして、ワックや花田らに遺写料200万円を支払うよう命じる、判決を出した。2009年4月、大阪高裁も一審判決を支持し、ワックや花田からの控訴を棄却した。同年9月29日、最高裁判所、第三小法廷は、 被告側の上告を棄却することを決定し、土井の勝訴が確定した。ありがとうございます。